最近投稿が少なくて申し訳ございません。私は今学生でして、今週からテストがありますので、1週間ぐらいこの動画を機にお休みさせていただきます。2月からきちんと上げていきますので、よろしくお願いします。本日は防衛省人機部隊編成北の警戒監視を強化について話していきたいと思います。防衛省は23日航空自衛隊の三沢基地への無人偵察機グローバルホーク配備に向け、約70人体制の部隊を新たに編成する防衛省設置法改正案を自民党国防部会などに提示した。北に対する警戒監視強化が主な狙い。改正案は了承された。今国会中の成立を目指す。グローバルホークは地上から遠隔操作で飛行し、民間機よりも高い高度から画像や電子情報を収集する能力がある。2021年度に3機を三沢基地に順次配備する方針だ。改正案には1つ、宇宙ゴミを監視する宇宙作戦隊を空自府中基地に新設、2つ、陸海空共同のサイバー部隊を約70人増員するとの内容も盛り込まれました。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。